いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。和田で本日もよろしくお願いいたします。本日紹介するのは、アサヒ飲料より4月3日に発売された、三ツ矢グリーンスパークリングウォーター。こちらをご紹介したいと思います。こちらは、微糖炭酸という新提案の商品となっております。まず、見ての通り、炭酸。微糖、超軽い、まるでツイッターを意識してるような感じですね。はい、まずじゃあ飲みましょう。まず、さあ開けてみましょう。そしてすぐ閉める、すぐ閉める。はい、どうかね、ちょっと匂い噛んでますね。うん、ライトなの。ちょっと飲んでみますね。うん、確かにグリーンっぽくて、失礼うん、飲みやすい。そんなに甘くない、甘くない、微糖なんで、微糖なんで甘くはないんだけど、うん、美味しい。グリーンの、グリーン、ちょっと見ましょうか。もう軽い、軽いって、もう随分と微糖っていう割に炭酸は結構ありますからね。うん、さっぱり軽い味わい、すがすがしい。ミントなのかな、どうなんだろうな。なんかすごい、そう、グリーンみたいな香りが、微糖のすがすがしいグリーンの香りで、伸び伸びとリフレッシュできるスパークリングウォーター。これ横なのね、ミントじゃない、何なんだろうな。でもなんかそういう、なんかグリーン、グリーンを思い浮かぶような、そんな味わいが楽しめます。はい、カロリーが、そう、9カロリーと結構ね。ではちょっと説明をしながらちょっと見てみます。こちらはね、自然体のスタイルであっさりとライトな味を好む若い世代のニーズに対応した、軽やかな味わいの微糖炭酸飲料ですということで、ね、甘みとともに酸味を抑えることですっきりとした軽やかな味わいを実現しました。あ、やっぱりすっきりとした軽やかな味わいを表現。すがすがしいグリーン系のグリーン、クールライムか。クールライムの香りで、いつでもさっぱりと飲める仕立てになる。あ、クールライムなのね。クールライムって全然書いてなかったから。あ、クールライムなんだね、これ。うん。そういう、なんか。でもこれ、クールライムって、書いてないってわかんねえな。うん、美味しくて飲みやすい。そしたら、3ですね。うん、ぜひですね、こちらの若い世代に向けての新しい甘くない飲みやすい超軽い炭酸飲料、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。じゃあね。